あの少女の報告をするたびに、会長は微笑んでくださる。会長が楽しそうでいてくだされば、私はそれだけで嬉しい。この流れは予想済みです。敗者には敬意と弔いを。行き過ぎた欲望は自らの目を曇らせる。自分が地面を這いずっていることにも気づかずに。会長の仰せのままに、会長の命令は絶対だ。その意図を私が理解できなくとも。まだ間に合います。主よ、あなたに勝利を捧げます。破滅した人間というのは実に哀れだ。普通の人間なら見向きもしないだろうに、会長だけは違う。会長はいつだって最近の会長がいつにも増して楽しそうだった理由が分かった。あなたはどこまで上り詰めるのでしょうか。私なんかには到底追いつけない。この流れは予想済みです。敗者には敬意と弔いを。会長には力がある。世界さえも手にしてしまう力が。
大事な存在。会長にとってそれは誰なのだろう。私でありたい。今はそう思うだけで精一杯だ。皆に癒しの力を。皆に癒しの力を。会長を見ていると時折背筋が凍りつく。その瞳で何を見据えているのか私には見当もつかない。会長が決めたことに間違いはない。いつだってそうだ。私は信じて待つのみだ。皆に癒しの力を。会長はいつでも私の想像を超える。その姿が私の心を震わせる。会長が作り上げたギャンブルだから、どんなギャンブルの常識も筋書きも当てはまらなくて当然だ。そんな不安定すら愛しているのだから。この流れは予想済みです。邪念はすべて浄化しました。ルールで縛ることはたやすい。項目を追加していけば良いだけだから。しかし、
会長はあえて穴を開ける。私はそんな会長をお慕いしている。会長はどこまでも欲望に忠実だ。ギャンブルのすべてを楽しんでしまう。たとえ炎に包まれた塔に閉じ込められたとしても。まだ間に合います。邪念はすべて浄化しました。その時、会長が何をお思いになったのかはわからないけど、いえ、それを知ろうとするのは僭越というものだろう。